どうも、私の名はオカリンです。半年ほど前にショボンのアクションのパート1を上げて、続きは出ないって言ってたんですけれど、なんか結構再生数が良かったんで、続きをやってみようと思います。それでは前回はクッパ城を攻略せずに終わったので、クッパ城から行きましょうか。はい、というわけでやってまいりました。うわ、うるさ、これうるさ、びっくりした。めちゃめちゃうるさいな。行くぞ。これなんか、あるじゃないの？ドッスンがいるけど、これ、あ、これを叩いたな、前回。前回よりも難易度を下げましたので気軽にプレイしてください。前回があるんやね。これ1のはずやねんけどな。なんか眉毛出てくる。ほら眉毛眉毛落ちるんじゃない、これ。あか、これスッといくんじゃない。これスッ、オッケー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 。あー、ついで、今のゲームってさ、フルスクリーンやん基本。でもこれさ、ちょおい、これさ、めっちゃ画面ちっちゃいのよね、ほんまに。例えられへんけど、例えるタバコのなんかオフ、あ、じゃ、長なった、なんか長なった、ちょ、あ、なえ、ちょっとずれた。いや、これ叩いておいた方が良くない？絶対後でさ、叩け言われるで。あれ、今度動かへんの、これ。さっきの、おお、びっくりした。びっくりした。なんやねん、さっきのあれ、なんかブロックさ動いたよな。なんでよ、これ、こう当たる当たる当たらへんな。はい、レッツゴー。これそろそろ孔明出てくるで。そろそろ、ほれみー、俺もう実況半と、うお、おい、おい、それは見えんて、おい。逆に戦うと言ってる。その悪やつはなんなん。おお、びっくりした。そこの日が長くなんのか。なるほどね。これ絶対無理なやつやろ。絶対無理なやつやな。で、あそこに黒い雨雲がおるから、これどうしようか。こうの方がいいよな。これ絶対なんかあんねんけど、あ、違う、あの右上の2マスしかないやつはなんなん。これ取らなあかんよな、俺。実況者やねんからさ。あ、やっぱりそう、やっぱりそうだよね。よっこいしょっと。あ、しょ、この2個のやつめっちゃ気になんねんけど、お前ほっといていいのそれ。いいんか、成長しきれてない。オッケー、中間来た。取った取った取った。じゃないやつ。嘘。おい、じゃあこれ無視していくよ。あれ踏んでいかなあかんのちゃうの、こうやってさ。こうこう、はい、うまい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 。これ何があんの。あ、もうなんか出てきた。このしょぼんのアクションは取ったらダメなの。オッケーオッケー。じゃあこれ普通に素通りしますよ。もう素通り。うお、ちょっと、あかか。上から行く。じゃあ上から行けるか、これ。ほっ、あか、よし、行ける。来て。あかんわ、絶対あかんわ。あの、じゃあ黄色い床乗ってみるか。こう、オッケー。あ、ちょっと、よいしょっと、よいしょっと。オッケーオッケーオッケー。あー、でもこれでもあかんの、マジか。なんか出た。これやっぱ絶対こうやと思うんだよ。絶対こう。ああ、やっぱそうやったんか。左、じゃあ右側があかんかったよね。これはまあ孔明あるでしょ。あ、ないの。あ、ないわ。あのバネ乗ったらさ、俺絶対遥か彼方まで飛ばされるやろ。ほれみー。お、よいしょっと。じゃあまあ取らずに行きますよ、あれは。キノコ、コイン。うわ、なんか出た。あれ投げ飛ばしてくるやつ。パート1参照。オッケー。なんか飛んでた、なんか飛んでたぞ今。嘘やん。ええか、これはなんもないな。オッケー、なんもない。この床怪しいって。一気に行かなあかんやつじゃん。ほっ、よこちゃん、なんでやねんお前。あ、お前と見たぞ、俺見たぞ。これはさ、これを右に出して、あ、右にこやんの。あ、そう、なんか投げてもらおうかなとか思った。あ、こっち登れるんじゃない。あ、登られへん。ほっ、よいしょ。あー、が無理か。で、そっちやと思うねんけどな。落ちるやろ。なんだ、俺ここ罪じゃないの。これ、え、これも罪じゃないの俺。あっ、ばっば、くそ。これ絶対あの上から行かなあかんはずやから。この敵って踏める、どうなん。ちょ、あのジャンプするタイミングで踏もうぜ。全部、よし、ちょ、え、来てる。あ、来たんじゃないこれ。え、これ勝ち確率。あ、ちょっと、どっかで床落ちるやろ。おしゃしゃしゃ。あ、なんか、え、なんかいる。なんか、ニワトリマンみたい。ニワトリとカメ融合させたみたいな、撮るぞ。51って何やの、お前。どんだけステージあんねん。あ、いいのか、ピーチ姫じゃなくてメロン姫やけど、いいのか。あれ、え、4で終わり。嘘やん、俺これで終わり、もしかして。嘘、え、終わってもうてんけど。マジかよ。え、じゃあご視聴
ありがとうございました。この1ステージのみとなりましたけれども、あ、もうこれで終わりなんですね。はい、プレイしていただきありがとうございました。ということで、こちらこそありがとうございました。はい、さあ、というわけでいかがだったでしょうか。ショボンのアクションステージ4ということでね、前回じゃあこの4だけやってればパート1でうまいこと収まってたってことやんね。うん、惜しいことをしたね。それじゃあ最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。また違うシリーズもよければ見てください。お疲れ様でした。